明治9年創業の老舗酒店伏瀬酒造で酒蔵見学と古酒の試飲をすることができます。古酒とは長期間熟成させたお酒のこと。伏瀬酒造では3年、5年、7年の古酒を製造しています。明治から令和まで受け継がれてきた酒蔵は昔の風情を残しています。酒を作るためのタンクは全部で20。1ヶ月ほど経つと発酵が進み、酒の原料となるもろみが出来上がります。そのもろみをかす袋に入れ、こちらの船で一昼夜かけ酒を絞り出します。ここからさらに熟成を重ね、芳醇な味わいの古酒を作り上げます。140年以上七尾で酒を作り続け、昔からのお酒の製造方法を守り続けています。琥珀色のその酒は年を追うごとに香りはより芳醇になり、辛みの角が取れてまろやかな味わいが楽しめます。だから3年よく行くのよ。でもお酒の好きな人は4年経っていく。もっと熟成させたやつを濃いやつを感じる。脈々と受け継がれてきた老舗酒蔵の古酒をお楽しみください。